皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと鑑定士、研ぎ師、白金師のミチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、今回紹介するのは、ああ、かの有名な大和の神安貞です。知ってます？まあ、うん、知ってる。うん、知ってる。そうですよね。うん、うん、うん。じゃあ、早速、用意してみますかね。はい。はい。じゃあ、行きましょう。はい、せーの。はい。ご用意できました。できましたね。できましたね。ね、大和の神安貞？はい。いや、まあ、知ってるけど、はい、知ってるよ。知ってるけど、はいはい、そんなに有名？そりゃ有名ですよ。なんつったって新選組の沖田くんが持ってたとされる刀ですからね。あれでも、はい、ね、この間の清光、はい、歌手清光、ね、はいはいはい、の時も沖田くん持ってたって言うけど、うんうんうん、言いましたもんね、うんうん、あのですね、沖田くんはですね、安貞と清光の二振りを所持していたようですね。あ、そうなんだ。うん、そうなんですよ。まあでもね、あんまりもったいぶってもあれだから、うん、ね、研ぎ師目線で鑑賞していってみますか。わかりました。早速ね、じゃあ早速ね、はい、見ていってみましょうね、はいはい、じゃあどうぞご覧ください。はい、どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀を見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ初めにですね、中子の様子なんですが、はいはい、目は入ってますか？入ってますね。なんて書いてあります？大和の神安貞と見えますね。はい、はい、では刀身行ってみましょう。はい、じゃあ初めにね、はい、どうしようかな。地肌見てみます？地肌ですか？うん、どうでしょう、様子とか。あ、ちょっと見づらいかな。よいしょ。あ、いいね。うん、うん、木目肌があって、地に絵がすごいついてますね。ほう、はい、じゃあ刃文はどうでしょうかね。はい、うん、大乱れの刃文で、匂い口がすごい光って見えます。光って見える。はい、ほんとだ、光ってる、ね、光って見えますよね、うんうん、はい、じゃあそのまま上の方行って切っ先見てみます。はい、お、帽子が見えましたね、はい、帽子はどうでしょう。帽子はこれは小丸ですかね。小丸帽子では、うんうん、反対側も小丸帽子かな、うん、はい、はい、あ、こっちのが分かりやすいね。あ、そうですね、分かりやすいですね。すごい丸になってるね。そうですね、はい、はい、ぐーっと下へ行き、あ、匂い口もなんかこっち、はい、すごいね。あ、見えますか？見えます、見えます。白っぽく見える、はい、でもつぶつぶもたくさん見えますね。おー、ちょっと角度、ね、角度によって難しいね、うん、いいね。本当に大乱れって感じしますね、これね、うん、そうですね、江戸時代の刀には結構多いかもしれないですね。へー、うん、幅広いですもんね、刃文のね。そうだよね、うん、はい、じゃあ裏の中子の様子も見てみましょうか。はい、おや、え、これ金色ですよね。あれ、まあらら、なんかごちゃごちゃっと書いてありますね。ますよね。後で詳しくこれ分解して見てみましょうか。そうですね、はい、はいはい、どうもありがとうございます。はい、はい、よいしょ、はい、よいしょ、こっちか。ありがとうございました。それでは写真で細かく見ていきましょう。はい、安貞は江戸時代前期武蔵国の刀工です。二代安次の門人になったとも、また虎徹の師匠である、泉の神兼重の門人になったとも言われています。はい、では次に大敗を見ていきましょう。はい、ね、あの皆さん大敗覚えてるかな、うん、あの刀全体のスタイルのことですね、うん、はい、本作はね、ビュッと書いて、はい、反りが少なくまっすぐな見た目をしていますね、うんうん、これは清光の動画でも紹介した
漢文新党のスタイルになります、はい、続いて中語を見ていきましょう、はい、表側には大和の神安定と切ってあります、うんうん、これは作刀者の名前であり社名でもあります。まあ、いわゆるブランドタグにあたる部分です、はい、続いて裏側を見てみましょう。うわ、何やらね、表側とちょっと違った金色の文字が見えますね、うん、あのヘッドマウントの時も ねあったもん ね、うん、実はこれ純金です。あら、純金の文字ね。高いわ、うん、高いよ、うん、これね、あの文字の溝を掘ってそこにあの純金を埋めてあるんですね。あ、うん、このような目はあの金象眼目、金象眼目、ちょっと難しいんですけどね、金象眼目とも呼ばれています。あ、うん、で本作の金象眼目は祭壇目とも呼ばれています。で、まあ、江戸時代の流行りの一つでした。うん、江戸時代は平和な世の中だったので大きな戦がほとんどないんですね、うん、なのであの戦場で切れ味を試す機会がなくなってしまいました、うん、そこで考案されたのがこの祭壇名ね。あ、うん、試し切りの結果を中後に示すことで、うん、この刀はよく切れるぞとアピールしたんですね。なるほど、はい、この祭壇名によれば寛文元年、まあ、西暦にすると1661年10月2日に試し切りの名手である山野嘉右衛門長久が罪人の遺体2人を重ねて銅を切ったと記されています、うん、なかなかすごいこと書いてありますよねちょっとね、恐ろしいんだけど ね、そうそう、これによりよく切れるが証明されている、まあ脇差しとしてね、うん、大々的に売り出したんですよ。あ、だから今の世の中からすればまあそれはそれは恐ろしい、うんうん、いいけれども、これがまあ宣伝文句、営業文句だったんですよ、うんうん、当時はねバカ受けしたのね。なので実はこの流行りっていうのがあの幕末頃まで流行ります。なんとも恐ろしい。うん、で今回紹介した脇差し以外にも江戸期の刀剣には祭壇名の入ったものがたくさん現存しています、うん、まあ一つの文化としてね、いろいろな博物館などで探してみるのも興味深いと思います、うん、では最後に刀身の様子を見ていきましょう。はじめに刃文を見ていきましょう。はい、はいはい、ゆったりとした波や小さめの波が混在した大乱れと呼ばれる刃文となっていますね。はい、次匂い口ね。はいはいはい、やや粗めの粒が見えるの分かります？あ、はいはい、ブツブツしてるよね、うん、はい、このような匂い口は煮えできと呼ばれています、うん、さあ地肌の様子はどうでしょうかね。はい、ちょっと見づらいんですが木目肌を主体にして地煮えがよくついています、うん、で地煮えっていうのは簡単に言ってしまえば地肌全体に焼きが及んだ状態のことです、うん、でね、そんなこと言ったってどう見えんだよっていう話になっちゃうから、うん、あの人の目にはどう映るかというと、まあ、実際にね鑑賞すると、うん、キラキラ光ってラメのように見えます、うん、これが地煮絵という現象ですね、うん、あのどうでした実際見て、やっぱキラキラしてる感じはあった？ありましたね。下にトンテンカンしてできたその木目肌があるんですけど、その上に何か白銀がかったような白っぽいような銀のような粒がこうブワーッと全体に広がってる感じはありましたよね。へー、うん、これはでもなかなかカメラ通すと難しいか、これは映せないですね、なかなか、うん、いろんな撮り方試してるんですけど地に絵は難しいです、うん、そうですね、あの自分の目で見た時にうわって思うような感じだよね、うん、地に絵ってね、そうですね、うんうん、なのでちょっと伝えしにくかったかもしれない、ごめんね、許してみんな、うん、はい、じゃあね最後に帽子見てみましょうね。はい、はい、はい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 、ね、うん、アルファベットの U ひっくり返したような形状になってるから、うん、これはまあ小丸帽子と呼ばれるもので、うん、あの清水の時も小丸だったよね。そうですよね、基本的にはこれがもう間違いなく一番多いですもんね、8割9割これだもんな、そうですね、うん、ここからあの崩してるような感じですよね、これを基本として。そうだね、うん、はい、
では本日のまとめいってみましょう。はい、はい、大敗は反りが少ない漢文神道である。祭壇銘とは切れ味を証明した銘のことで、江戸時代に流行した。刃文は大乱れ、匂い口は煮えできである。地肌は木目肌に地煮えがよくついている。地煮えとは地肌全体に焼きが及んだ状態のことで、見た目としてはキラキラとしてラメのように見える。帽子は小丸である。はい、以上が、うん、安定の特徴になりますね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。安定の特徴を捉えることできましたかね。さあ、うん、実際に見たね、研ぎ師さん、うんうん、どうですか。なんか、うん、安定ですね、うんうん、やっぱりですね、地煮えが多くて、で刃文、まあ、あの刃文と地肌の境ですよね、うん、境目の匂い口が輝いて見えましたね。やっぱ、うん、ね、皆さん研ぎ師さんって見る場所がちょっと違って面白いですよね。さすがですね、プロですね。ねえ、恥ずかしいよ。恥ずかしい、恥ずかしい、うん、恥ずかしがってるな。ね、他なんか安定関係で面白いというか、うん、これは見応えあるよみたいなのってあります？安定のですね、うん、お師匠さんがいるんですけども、うん、これがですね、うん、泉の神か、あ、間違った、泉の神兼重がおすすめなんですよ。うん、じゃあいつか紹介してくれるの？うん、そうですね、いつか。はい、あ、嬉しいですね。皆さん楽しみに待ってましょうね。はい、うん、はい、動画を見て勉強になったなと思った方や、あの、興味を持ってくれた方はチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い。バイバイ。